アイネス福山は、広島県福山市東桜町にある諸業住居複合ビル。2011年3月に完成した。JR 福山駅の南側、福山市東桜町において、東桜町第一種市街地再開発事業により、建設された複合ビルである。アイネスが建設する前、同所には、福山繊維ビルがあった。アイネスは、 セミビルの老朽化に伴う再開発ビルとして建設されたものである。総事業費、約125億円のうち、約48億円を、国や広島県と福山市が補助して建設された。施設は、商業施設やオフィス、医療モール、自走式立体駐車場、分譲マンションなどで構成される。ホテル棟とマンション棟のツインタワーとなっていて、 地下1階から地上2階部分が30区画の商業フロアとなっている。住宅棟はフローレンス福山ローズタワーという約102メートルの超高層ビルである。これはビンゴ地方随一の高さ。ホテル棟も高さはビンゴ地方第2位の約62メートルとなる。なお、ホテル棟にはリッチモンドホテルチェーンののリッチモンドホテル福山駅前が入居。 地下部は既存の駅前地下道や市営駐車場と接続する。施設名のイネスは9 0 0 0ビルに由来し、セニを逆から並べたもの。建物が新しくなっても、1 0 0、e、0ビルの名前を忘れまいとする思いが込められている。2008年9月21日に2849通の応募の中から選ばれた。また、ビルの北側1階には、 繊維ビル跡地という石像が混流されている。1961年に完成した地場産業の繊維業界向けのビル、福山繊維ビルの老朽化が問題となって1980年代から建て替え構想が持ち上がり、再開発組合が設立された。しかし、区分所有者の多さなどから困難を極め様々なプランは、右予曲折を経たが、 再開発ビルの建設が決定。2008年夏に、福山繊維ビルは取り壊され、その後地に、東桜町第一種市街地再開発事業として、新ビルを建設。2011年4月1日に、アイネス福山として開業した。開業時、各店舗の食品スーパーや書店、ドラッグストアなどは開業せず21店舗でスタートした。また、 当初3階の一角に、総合メディカル株式会社による医療モールとして、内科、眼科、自備咽喉科、皮膚科、整形外科などの科目で募集が行われたが、クリニックの誘致が進まなかった。最終的に、内科診療所と、歯科診療所、それに調剤薬局の各一つを2階に配置するに止まった。開業後4ヶ月間の来店客数は、 ほぼ見込み通りと発表されている。医療ゾーンの1区画と、物販ゾーンの2階と、地下1階の各々の1区画は、同年6月時点でもなお出店者が未定の完全な、き店舗状態が続いていた。同年夏には駐車場を管理していた、パスート24が、開業から半年ほどの時点で撤退し、日本パーキングに管理が移管される。そのため、アイネスの運営は、 必ずしも順調とは言えない状況となっていた。2015年に入り、同一外区内の NHK 福山放送会館が、老朽化で閉鎖されることが決まったため、会館内に入居していた NHK カルチャー、福山教室が2階のテナントとして、移転開業した。開業時の入居施設のうち、各店舗の食品スーパーフレスタは隣接していた、商業ビル、キャスパから、 書店は、福山ロッツからの移転である。それ以外の24店舗も、福山初出店は2店舗のみで、それ以外の22店は、周辺からの移転だった。そのため、既存の市内の商業施設と完全に競合していた。福山商工会議所回答、林勝氏は、地元店の客がアイネスに移動するだけ、民主圧迫だと批判。さらに、 中核店舗を奪われたキャスパが、アイネス開業翌年の2012年1月31日に閉鎖となった。またアイネスに店舗が移転した後地が空き店舗のままとなると同時に、周辺の人通りが減少するなどした。2020年9月現在会議室こそあるものの、レストランやバーなどの飲食施設や、宴会場などは全くない宿泊特化型のビジネスホテル。 客室数は200室である。客室はダブルやツインのみで主力の一人客にはダブルのシングルユースで対応している。ありがとうございます。